巨大アリの帝国は1977年制作のアメリカ合衆国の SF ホラー映画 HG ウェルズ原作の同名短編 SF 小説の映画化バート・アイゴードン監督フロリダ州で不動産会社を経営するマリリンはフロリダ南端の三方を川に囲まれたドリームランドと呼ばれる地域の土地を別荘地として売りに出しそれに興味を示した三組の夫婦と三人の若い 男女、愛人のチャーリーと船長のダンと共に現地視察に向かう。しかしほどなくして、一組の中年夫婦の姿が突然消え、その後無残なバラバラ死体となって発見される。やがて彼らの前に巨大なアリの群れが現れる。彼らは慌てて逃げるが、巨大なアリの群れは行く先々に現れ、次々に犠牲者が出る。実は、ドリームランドの一体は、 軍の核廃棄物が入ったドラム缶の捨て場になっており、海岸に打ち上げられた一つのドラム缶が朽ちて、流れ出した核廃棄物に群がったアリが巨大化していたのだった。かろうじて逃げ延びたマリリンとダンたちは上流にある町にたどり着き、保安官に巨大アリの駆除を訴えるが、保安官をはじめ町の住人たちの様子がどこかおかしい。不信を抱き町から出ようとするマリリンたちであったが、 保安官に捕らえられ、町外れにある巨大な製党工場へと連れて行かれる。そこで彼らは恐るべき光景を目の当たりにする。工場の中には一匹の巨大な女王アリがおり、その女王アリが発するフェロモンによって、町の住人たちは支配されていたのだった。マリリンたちは女王アリの前に引きずり出され、フェロモンをかがされそうになるが、その時ンが隠し持っていた。 発煙筒の炎で女王アリを攻撃する。すると、パニックに陥った女王アリの命令で巨大アリたちが工場へと集結、たちまち工場は、阿ビ教官の地獄絵図溶かす。混乱に乗じて脱出したマリリンたちは、工場の周囲にガソリンを巻き、オイルを満載したトラックを工場に向かって突っ込ませる。巨大アリたちは、工場とともに炎に包まれるのだった。 主演のジョーン・コリンズ、ありがとうございます。